ドラマラ前半戦振り返り。はい、ということでね、もうなんと7月も真ん中でございますので、野球の前半戦がそろそろ終わるということで、ドラバラでは少し早めに、前半戦の振り返りをしていきたいと思います。さあ、行ってみよう。ももちゃんのドラゴンズブレーキ。いやー、まあね、本当に、このシーズンもちょっと、まあ、順位はね、まだまだちょっと、これから上がっていかなきゃいけないところにいますけれども、まあ、戦って抜いてくれています。もう最初からちょっとびっくりでしたね。私、開幕戦はね、動画にも上げていきましたけど、145球。あれはね、もうびっくりしましたよ、本当に。レフトスタンドのすぐ近くで見てましたけど、あれ、投げてるぞって。ねえ、あれは本当にびっくりしましたけど、まあでもね、このシーズンのずっとね、上半期見ててもすごく思いますけど、やっぱり小笠原投手は開幕投手としてものすごく、なんていうのかな、自負みたいなものを持ってて、それを持ってやっぱりピッチングしてくれてるなっていうのはすごく思いますね。昨日のね、動画にもあげましたけど、昨日の試合でもしっかりゲームメイクをしてやってくれているので、そういうところではね、ちょっと今まあこの前半戦ちょっと大野雄大さんがね、怪我でちょっといない関係もあって、本当にサウスポーの柱としてね、腕を振るってくださってるなと思いますね。本当にもうなんかね、甲子園のあれを見てると、やっぱあのしんちゃんがこんなに、もう大きな存在になってくれたんだって思ってね、嬉しいなと思ったりもしますね。あとそうだ、しんちゃんの試合の流れでいくと、あれですね、5月12日の試合ですね、神宮の試合なんですけれども、私見に行って、小笠原投手ももちろん、勝ちがついた試合だったんですけど、この日はね、岡林選手のホームラン、初ホームランが見れたんですよ。しかもツーランですよ。びっくりした。いやー、本当にね、なんかそれは嬉しかったですね。で、しかも何よりびっくりなのが、その後私がね、ペイペイ行った時に2号ホームランも見てるってことなんですよ。すごくないですか。いや、なかなかいないと思います。東京と福岡でホームラン見てる人なかなかいないと思うんですけど、いや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 、嬉しかったですね。そう、なんかね、めちゃくちゃボロ勝ちとかそういう試合ではなかったんですけど、やっぱ福岡の試合はものすごく私の中では印象に残ってて、ドラバラチャンネルをね、見てくださってる方は分かると思うんですけど、試合のね、こう現地参戦動画を本格的に撮って、こうその日中にこう編集してアップするっていうのを割と初めてやってみたのが、ね、福岡のペイペイドームの試合だったと思うんですよ。で、それで個人的にはものすごく、ね、皆さんに反響いただいて、すごくね、嬉しかったのもね、あったんですよね。そうで、そう、その試合に関連する話でいくと、その試合の先発が涌井投手だったんですね。まあね、ちょっと勝ち星とかね、その数にはちょっとね、まあ比例しないところはあるんですけど、いや、確実にドラゴンズの若手とか、みんなにすごくいい影響を与えてくださってるなっていうのは思います。もうね、皆さんご存知、細川誠也さんが涌井さんのお財布に困らせているほどご飯をいっぱい食べるっていうね。いや、でもご飯に行けるほど雰囲気がいいってことですから、そのあたりはね、本当に涌井さんが一つ来ていただいて、本当に良かったなと思える上半期だったかなと思ったりしますね。いやー、この上半期はちょっとね、細川選手なしでは喋れません。やっぱりね、今年本当にドラゴンズ新戦力で戦ってきてるので、ここまで本当にね、スタメンのメンバーを見ても、去年いなかったメンバーがね、たくさん名前を連ねてくださってますね。やっぱ連ねてるっていうことは、それだけ結果を出してるっていうことなんですね。若いから使われてるっていうわけでは私はないと思うんですよ。で、まあ、その最たる例が細川選手だと思ってて、まあ、私個人的にはね、本当上半期の野手部門の MVP は、はい、細川誠也選手ですね。現役ドラフトで本当
なみなみじゃない思いをこうね抱えてきてくれてるわけで、でキャンプもね私見に行ってね、和田さんとのこうマンツーマンで、ね、一つずつ積み上げてきたものがこう今成果となって現れてきているのは、いや嬉しいですよね。うん、本当に私も和田テニスクラブに入りたいね。うん、そう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 、まあやっぱコーチングのねことってすぐには結果は出ないと思うんですけど、やっぱり最近ほんとここ最近ですよね、ここ最近のドラゴンズ本当に打線爆発してます。うん、毎日めっちゃ点取ってますよね。完封負けみたいなものはなくなってきたんで、そういうとこではやっと本当にね森野さんだったり和田さんの教えっていうのが生きてきたのかなというのは思います。うん、だけどやっぱ細川選手しかりね、選手が頑張ってくれてるからここまで来れてるというのはありますからね。うん、まあ、だけどね、まあ、ここまでめっちゃ褒めてきたんですけど、パッと私が思い出して、あーこの試合めっちゃ良かったわって思ったのがね、まあ、細川選手がバウアーさんから2ホーマー打った試合と、私が見に行ったドラコイデーの村松選手のサヨナラくらいかなあ、村松くんもう一個サヨナラ打ってましたけどね、くらいかな。パッとね、パッと思いついたのはそのくらいですね。まあね、ちょっと今の、まあ、B クラスにいるということもあって、ちょっとね、まあもう少しこうパパッと勝っていきたい試合は正直ありますのでね、後半はそういうとこやってほしいなと思ったりしますね。うん、ライデル・マルティネス投手です。もうこれもうみんないろんないでしょね、イーロンないマスクでしょ皆さんね。うん、まあ皆さんご存知の通り防御率が未だに 0.00、 まあ自責じゃないっていう意味がね含まれてるんですけど、いやもちろんね、いやでもね、でもだよ、やっぱりすごいと思います。うん、一応だって彼も WBC にキューバ代表として派遣されてますからね、それでのシーズンですからね今年。だから他のね、まあ日本代表の WBC に派遣されたメンバーがなかなか調子難しいっていう中で、いやいや、だけどすごいなと思いますよね。そういう中で必死に調整してやってくださってるんだなと思うので、うん、なんかね、まあ今までねものすごく速いストレートっていうのはありましたけど、今年はやっぱりスプリットに磨きがかかってるなっていうのは思いますね。うん、やっぱその150くらい近いね球速帯のあれがねスプリットなんて誰が打てるんだっていう思ったりしますけど、やっぱりね、村上選手もねそうですけど、日本の NPB の強打者を本当にいとも簡単に三振に取っていく姿は本当に頼もしいです。うん、本当にね、チームにライデルがいてくれてよかったなっていうのはものすごく思いますね。だからね、この純潔の 0.00 をどこまで守ってくれるかなんですよ。うん、いやでもね、そのためにはね、ライデルを出す展開にしてほしいっていうことですよ、まずね。うん、なんかそう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 、セーブ数が安明さんと結構デッドヒートなのかな。うん、まあDeNA さんはもちろんね勝ちの数が多いですから、うん、そういった具合でね、もっとライデルを出させてあげる展開で、しかもねやっぱりライデル以外で勝ててないんですよ、逆説的に言うと。うん、まあまあまあ、ね、登板肩にならないような負けはもう挟まなくていいので、はい、リードでライデルを迎えてあげれるような展開をこの後は作っていってほしいなという私の願いでございます。うん、ちょっとね、ニューカマー的なところでちょっと触れておきたいのが、まあやっぱりちょっとね、みんなびっくりしたと思うんですけど、トレードですね。うん、郡司、山本、宇佐美、斎藤トレード、ね、日ハムさんとありましたけど、いやーもうここまでチャミさんが活躍してくれたらもうこれはありがとうございますです。うん、ちょっとね、移籍後初ホームランもね見ちゃったので、いやより本当にね、うん、意外とこのトレードは良かったんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱり打力に関しては本当に申し分ないかなと思います。あと得点圏に強い宇佐美さん、
そう、ここなんですよ。なかなかドラゴンズちょっと得点圏に強い方がいなかったので、やっぱこういうタイプがちょっと違う方がね来るのはドラゴンズね新しい風が吹いてるんじゃないかなっていうのは思いますね。もう、うん、あの斉藤くんもなかなかいいですよ。これちょっとね、あのあんまりやっぱ目立たないところでの起用がちょっとね多いからかもしれないですけど、もっとフォーカスされていいと思います。ドラバラ。さあ、ここでちょっとね、まあ、試合とか選手のことについて触れてきましたが、私個人とドラバラチャンネルについて、ちょっと喋っていきますね。はい、ドラバラではですね、毎週金曜日に、ライブ配信を、まあ、大体毎週金曜日なんですけど、ライブ配信をしておりまして、一応その成績が、ありますので、見たいと思います。ライブ配信、上半期で12戦行いました。皆さんね、毎回来ていただいてありがとうございます。12戦で6勝6敗でございます。うん、5割なんですね。ちなみにドラゴンズの、まあ、勝率は4割5厘になっていますので、まあ、ライブ配信なかなか良いのではないかと。はい、しかも皆さんちょっと追加ニュースがございます。はい、最近ねこれやってるもう恥ずかしいんですけどはい、このツインテールで配信をした場合の勝率、まあ勝率と昨日の現地成績もちょっと加えますけど、はい、3戦3勝でございます。 100% ですよ。10割。うん、これはちょっと私の気持ちなんかはやっぱさておいて、ちょっとこれからもツインテールで継続的に配信していかなきゃなと。はい、帯を締めるじゃなくてですね、ゴムを結びたい次第でございます。まあ一方で、私個人的にね行った現地の試合について、行きたいと思います。現地ね結構行ってるんですよ。はい、17戦行ってます。めっちゃ行ってますよねめっちゃ行ってるんですけど、はい、勝ちが6勝、もうこの時点で運ですよね。1分け10敗でございます。率に直すと3割8分2厘。もういっちゃダメかもしれないな。いや、これちょっと言い訳させてもらっていいですか。いいですかね。これね、やっぱね、4月から、4月の1日か、5月の20日まで、1、2、3、4、5、6、7、8、8試合見に行って、1試合しか勝ってないんですよ。ここ、問題はここなの。ここ以外の後半になると、割とね、トントンで戦えてるんですけど、いや、ここだね。もう5月31からの成績、もう交流戦しか見たくない感じなんですけど、いや、これはでも、やっぱチーム状況にも現れてると思ってて、ちょっとね、やっぱ交流戦以降からは、徐々に打てたり、まあね、高谷くんがホームランがポロポロ出てき始めたり、ね、まあ今はもう絶好調ですけど、なってるので、確実にやっぱ進化はしてるんですよね。うん。まあ私もやっぱ勝てない時はちょっと厳しいこと言っちゃったりしますけど、よくはなってきてます。うん、特に打撃面に関してはね、もともとある投手力に加えてその打撃面が加わったらもっとね良くなると思うので、はい、うん、そこはね期待していきたいなと思います。はい、ということでですね、ドラバラチャンネル毎週月曜日に動画を更新、金曜日に試合の生配信なんですけれども、次の17日はちょっとお休みさせていただきます。ただしその代わりに18日に動画が上がりますので、皆さんそちらをお楽しみにください。お楽しみにください。楽しんでいただけると嬉しいです。さあ、ここでね、この日付が出た時点で、大体何のことか分かってる方いるかな？ね、こちらもちょっと、私もすごくワクワクしてるので、皆さんも動画をお待ちください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。